オルドスのモンケとは15世紀後半におけるオルドス部分の良好である。上昇と称してボルフジノンに仕えていたがベグアルスランラによって殺された。1460年代後半、東モンゴルの有力者モーリハイオンとモーランハーンが殺されてより、モンゴリアでは有力者を書いてハーン空イ時代が到来していた。そのような中で、 エセンのボルジギン死殺陸を免れたボルフジノンは、黄河を渡って、オルドス地方に入り、現地の有力者オロチコモロと同盟関係を結んだ。ボルフジノン配下の門家もまた、黄河を渡って、大道西方に進行したため、これを脅威と感じた明朝は、大道西方の防備を固めている。1470年代に入ると、モンゴリアの勢力は、ボルフジノン、マンドゥールン、 ベグアルスランという三人の有力者のもとに再編成された。成火十一年には、ボルフジノン、マンドゥールン、ベグアルスランと連名で、モンケ上昇が明朝に使者を派遣しており、モンゴリアの有力良好であった。成火年間、オルドス地方に入ったボルフジノン、マンドゥールン、ベグアルスラン、オロチュ、そしてモンケ上昇らは、頻繁に明朝への進行を繰り返し、 オルドス地方に隣接するニレハヤシといった都市の被害は増大した。勢力を拡大したボルフジノンとモンケ上将は、オロチュ少子を殺して、名実ともに、オルドス地方の支配者たらんとしたが、オロチュはこのクワテを事前に察知して逃れた。やがて勢力を拡大した、ベグアルスランは、ボルフジノンをハーンに擁立しようとしたが、ボルフジノンこれを辞退したため、 マンドゥールンがベグ・アルスラン支持のもとハーンに即位した。しかし、マンドゥールンには男子がいなかったため、早くから時代のハーンをボルフ・ジノンにしようとする動きがあり、このためにボルフ・ジノンとマンドゥールンの関係は悪化した。成果12年、マンドゥールンとベグ・アルスランは、ボルフ・ジノン及びその重心である、モンケ・上将マンドゥチーンを襲撃して殺し、その勢力を吸収した。 モンゴル年代記の一つ、アルタンとブチには、オルドスのモンケと、カダブカの二人が、モーラン・ハーンとモーリハイオンに、偽りの報告をしたために両者が殺し合うことになり、モーラン・ハーンがモーリハイオンに殺された後にその日、モングチュイが嘆き悲しみこの死逆の原因は、モンケとカダブカにあると歌ったことが記録されている。この、オルドスのモンケは、明朝のシルス、モーカ上昇と活動時期、 所属が一致するため、同一人物であると考えられている。ありがとうございます。